クリフ・ウィリアムズは、イギリスのベーシスト。1977年、オーストラリアのハードロックのバンド AC、DC のメンバーの一人となり、2003年には他のメンバーと一緒に、ロックの殿堂入りを果たした。ロンドン投稿のロムフォードで生まれたが、9歳の時に、家族と共に、リバプールへ転居、当地で育ち、エンジニアとして2年間働いた。 最初に参加したバンドはホームであった。バンドメイトであるブライアン・ジョンソンと同様に、現在は、米国フロリダ州フォートマイヤーズに住んでいる。モデルで女優のエリン・ルーカスは娘である。1970年、クリフ・ウィリアムズは、最初のバンド、ホームを、シンガーのミック・スタッブス、ギターのローリー・ワイズ・フィールド、ドラムのミック・クックと一緒に始めた。 プログレッシブロックの影響を受けた彼らの音楽は、すぐにエピックレコードとの契約を得て、翌1971年には、デビューアルバム、ポーズ4、A ホースホースがリリースされた。ホームは1971年11月に、ウェンブリーエンパイアプールで行われたレッド・ツェッペリンのエレクトリック・マジックショーで、ホームは前座を務めた。1972年、 キーボードがクライブジョンからジム・アンダーソンに変わり、セルフタイトルアルバム、ホームがリリースされ、そこからカットされたバンドにとって唯一のヒットとなったシングル版、ドリーマーが11月に発売された。このアルバムはイギリスのアルバムチャートで41位まで浮上した。これに続いた1973年のアルバム、ザ・アルケミストは大きな成功を収めることはできなかった。 1974年3月、イギリスのフォーク系、シンガーソングライター、アル・スチュアートは、フォームにアメリカツアーのバックをやらないかと提案した。ミックスタップスはバンドを離れ、バンドはアル・スチュアートバンドとなった。しかし、このバンドは長続きせず、ウィリアムズはほどなくして脱退し、1974年のうちにバンディットを結成した。ウィリアムズパフォーミングウィズエ c シー。 DC in 1981バンディットはアリスタレコードとすぐに契約を結び、1977年にセルフタイトルアルバムバンディットをリリースした。この時のメンバーはウィリアムズとボーカルのジムダイヤモンド、ロジャー・ウォーターズバンドに参加したドラムのグラハム・ブロードであった。AC、DC の初代ベーシストだったマーク・エヴァンスは、1977年のスタジオアルバム ロックダマシーのレコーディング直後に解雇され、ウィリアムズは新しいベーシストとして採用された。ウィリアムズはアルバムロックダマシーを受けたレッド・ゼア・ビー・ロックツアーから AC ・ DC のメンバーとして登場し、スタジオアルバムでは1978年のパワーエイジでデビューした。ウィリアムズはリズムギターをフォローする安定したコード弾きによる ベースラインを確実に刻みながら、リズムギターのマルコム・ヤングと共にバッキングボーカルも務めていた。2016年7月、相次ぐメンバー交代から活動意欲をなくし、また自身の健康状態も思わしくなく、ツアー終了次第バンドを離れて音楽界からも引退することを表明した。しかし、2018年、ブライアン・ジョンソン、フィルラッドが AC、 DC に復帰することを受け引退を撤回、ジョンソン、ラットと共にバンド復帰を果たした。1995年のボールブレーカー以降、ウィリアムズはミュージックマン、スティングレイにダダリオのフラットワウンド弦を貼って使っている。AC、DC に参加した頃はフェンダープレシジョンベースを主に使っていたが、ライブではフェンダージャズベースを用いることもある。 1980年のバック・イン・ブラックについてはノンリバース・ギブソン・サンダーバードが使用されたと考えられている。1981年の悪魔の招待状でウィリアムズはフェンダープレシジョンベースを使った。1983年の制服者とそれを受けたツアーではスタインバーガーが使われた。ウィリアムズは1980年代を通して主に プレシジョンベースを使ったが、例外的に、1985年のフライオンザ・ウォールでは、ギブソン SG ベースを使っていた。1990年のレーザーズ・ウェッジでは、フェンダージャズベースが使われた。ウィリアムズはアンペグのアンプを使用している。ありがとうございます。